クッキーです。今回ご紹介する小説ですがこちらの「さらば」という一冊になります、まあ、このタイトルの「さらば」にも非常に意味が、えー、深い意味があるわけなんですがこれがどういうふうに使われるのかはやはりこの小説ということで、えー、詳しくお話ししてしまうと、えー、面白くなくなってしまうので是非読んでいただきたい小説なんですがもう本当に非常に面白かったですね舞台も世界のあちこち イランだったりエジプトだったりそして日本というわけなんですがいろんな場所を展開していくしやはりこの魅力的な登場人物を非常に本当にもうあまりにも過すぎて一人一人説明ご紹介できないのはちょっと残念なぐらいなんですが非常に面白い物語ですしそしてその人生主人公の,その人生を通してこの非常に何か自分に。 やったようなこともありますし、そしてこの後半ですね、後半も本当に読み続けるのがちょっと苦しいぐらいのそういう展開になってくるわけなんですが、だからこその最後のこの感動というものがあったかなと思いました。ぜひ皆様も読んでみてください。メイザブック、Be With You。